はいと2020年9月14日ドラクエウォーク、本日はウィングタイガーのちょっと待ってくださいよ、レベル30相手に炎の剣とこのウィングタイガーのシャドウステップを使ってちょっとどんなもんなのか遊んでみましょうということで、まあとりあえずやっていきます。一応処刑です。レッツラドン29まではね全く別の構成できたんですけどね、これ最初のなり今回で1周年記念のイベントが開催するにつれて炎の剣のリリースありましたか、これをね食べそうと思ってずっと食べとったんですよ。なんとかポイント貯まって、でさらにシャドウステップもどんなもんか試してみようかなと思って、とりあえずちょっと炎の剣一発打ってみますわ。一応ねセッティング的にはこれ見えとる通りに天空セット入れて炎の盾んでアクセサリーもつけて心も一応メラセットにしてあります。これでとりあえず無凸です。どれだったこれ、メラブレードだね。ちょっと打ってみますよ。ドン、どんなもんでしょう。まあもちろんイオで来た方がいいんですけどね。1200、まあ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 無凸ならまあまあ。でこのシャドウステップもねいつの頃だったかな、これでちょっと倍賞をかけていきましょうか。とりあえず今からかけて間に合うかな回復的にどうだろう。あのギガデーモンの頃ありましたか、盗賊がおった頃で、シャドウステップをねちょっととりあえずいいわとりあえずいいわ。これちょっと作戦合っとるか、ガンガンみんなガンガンなっとるであかんな。ちょっと待てよ、まあ、いやこいつバトマウスはガンガンで、とりあえずこれ倍賞1段階かけました。打ってみましょう。どうだろう、1600、倍賞2段階どんなもん、2000いくぐらい。まあ無凸ならゼトコスか問題はあれだな、バトマウス1人しかアタッカーおらんもんね、どうしようってとこだな。うーで、あのあれシャドウステップに話戻しますと、これを作成を命を大事にしてで回復していこうか。あれ癒しじゃねえんだ、あの頃あのギガデーモンの頃には盗賊4人で確かあのシャドウステップやってる人いましたが、それを思い出してウィング大会にこれついてましたが、だったらどんなもんなるかなということで、これはパラディンはあのあえてシャドウステップ、どっちがいいんだろうね、あのあいつにやっていくかレンジャーにやっていくのか、あのパラディンがあるかパラディンガードあるで、それでどうかっていう、まあ、とりあえずやってみましょう。29まで全く試してないです、これ初めてです。それぐらい多分そんな強くないからいけるんじゃないかなということで、これ命を大事にして、じゃあもう一発かけてきますか。どうしよう、あれ間に合うかな、あのバギーかなんか来るでしょう。バイシー、まあいいや、かけていくわ。いいや、倒れたらみんなで起こせ起こせ作戦で、これとりあえず打ってみましょう。とりあえず打ってみましょう。2000ぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあまあそんなもんだろうな、多分な。弱くはない。うん。29まではね、防具が全く一緒のような感じで、職業とか違いますけど、うん、パラディンとレンジャー使ったかな。魔法戦も入れとった。あのあれ。あいつあいつ、まあ、とりあえず回復しましょう。ちょっと回復しましょう。あいつあいつ。あの、ゴッドスマッシュ。クリスタルクローやってました。当然イオ弱点だよね。最初魔法戦士でイオナズンでもって思いましたけど、そっちの方が早かったもんで、まあいや、とりあえずやっていきましょう。これもう一回シャドウステップいけるんだよね。あえて、まずはビクシャーかけずにということで。シャドウステップ、シュイーンってじゃない。どんなもんなんだろう。シュイーンって、あ、構成なんかを最後にご紹介いたしますということで、これでかかっとるんだけど、こいつベホイミねえもんな。ベホイミないけど、あ、ちょっと待った。これって火炎切りでよかったんかね。火炎切りでよかったんかな。2回行ったな。これだよね。メラ属性だもんね。入るかな、ブレイク。ブレイクしないと、ブレイクしちゃうぜって言いたいだけなんだけど、ダメだな。まあいいわ。サブ。2000ぐらいか。これ一人で戦っていかなあかんか。3000ぐらい与えれると思ったんだけど。バギクロスが、あ、でもあれだね。さすがあれだな。バトマス耐性ないとめっちゃ食らうな。逆にパラディン耐性あるでめっちゃいいな。これどっちで行こう。ベホイミやしたで、ね、うん、みんないいよ、やることなくなるで。ベホイミ、回ってくるでしょう。魔法戦やし。魔法戦やし。魔法戦変えたる作戦、変えたるね。いいね、多分いけるね。やし。130が少ねえだ。じゃあ、パラディンも、作戦変えたるで。ここ一旦回復しておきますわ。で、次あれか、ビクシブ、ベホイミじゃねえわ。癒しでいいぞ。どうだろう、シャドウステップ。ガード、そこあれだな。でもひらりと身をかわした、どっちの判定が上いっとんだろ、あれよくわからんな。さすがでもパラディン耐性持っとるだけいいな。まあいいや、バトマスしかダッカーないで、こいつも打っていくしかねえもんな。シャドウステッパーになろうと思ってね、どんなもんだろこれ。まあいい、回復回復回復して、ビクシーでもかけてく。ビクシーかけん方がいいね、面白くないよね、わからんもんね。やめとこうだ、やめとこう。
やめとこで、うん、やめとこやめとこ。回復、なんだこれ、80、あ、そうか、そうか、笑ったら、あ、そうかそうか、ゴリゴリ設定にしたらあれなんだ。いや、どれぐらいいくんかなと思ったら、これいけんかな。ブレイク入ってくれんかな。あ、入った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 。ちょっと今、つば飲み込むところだけど、これで1段階、あ、倍しかけてかなかんで、これで2600、あ、忘れとった。賢者あれだか、あの、守りを立てやらなかったか、忘れとった忘れとった。3人回復これはどうにかなるだろう。1人の回復が全く機能しとらんけど、80とか言っとるで、あれ。スイカレベルの回復だな。これじゃあ、癒し回復しまして、魔法性で倍しかけたいんだけど、あれだな、切れとるだ。倍しおるのに捨て火したって意味でもだ。これ倍しかけれんか。あ、そうだ、倍しあったんだ。あ、よかったよかった。そうだそうだそうだ。そうだそうだ。そのために確か入れといたんだ。もう完全遊びで一気。というか、ウィンテグ大会がそこまで強くなかったもんで、一応レベル29までオートでこれだかな。あの、MP はめっちゃ切れてましたけど、ただ他といても勝てる感じだったんで。これで、フォース2段階いくとどう ?3000 いくぐらいかな。まあでも、無凸考えはありありですよね。十分で。でもいいで、こういう配布武器で。やっと私の元にもメラ来たで。天空の何、鎧とか頭とか下か。それ全部当たっとるくせに、だから剣だけねえもんな。これシャドウステップなんか切れかけとるけど、これあんま機能しとんの、ステップ。ステップしとるじゃん、パラディン。シュイーンって言っとるけど。聞いとるんかな。全部パラガニーナにシャドウステップ入れた方がいいって思いません、単純な発想として。って思ったんですけど。レンジャーに入れちゃうとあれだもんね、別にそんなかばったりするわけじゃないから、その器用さがあるか。それがある棒で効くっていうのあるけど。そんなにまああれだな、このベラブレードあとお楽しみなんだけど、4凸ぐらいまでじゃどんなもん、スイカとかアリアハンとかぐらいレベル使えるってことか。でもこれ何、配布武器で一通り属性そろそろ揃ってきますよね。スイカでバギー、うんで、それからあれフォース切りかけとるで、うんで、アリアハンがデイン、コドラがバギーだけど、コドラはちょっとあれか。コドラでもあれなんかな、この前の復刻とかで配布試合買ったりね、あれで使い勝手いで、これ何やっていこう。もうあれか、あの火炎切りだね。入らんかね。入らんな、入らんな。あんまりダメージあれだな。4突で来たかったけど、そこまでバットレーボンで。お、怒った怒った怒って、あ、相手切れとるか。怒って倍し2段階。2500とか3000とか、そうだね、ソーダボぐらいだね。まあまあまあ、これでも別にいけるか。まあ普通にいこう、あとは。んで、魔法戦で、あの、シャドウステップあっても痺れるんだね。あ、そうか、ワイシあれだもんな。痺れるんだな。シャドウステップあってもダメなんだね。かわしてないね。聞いてないんか、ダメなんか。いや、でもあれ、ギガデーモンの頃の時に確かそういう動画やっとる人いましたが、シャドウ、盗賊4人でシャドウステップやっとる人、確か見た覚えあるよ。時間的には長かったけど、あ、面白いことやっとるよなと、確かそんな覚えがあったんだけど、これは回復だで、癒し度がいいで。ベホイビやるってことはないだろ、2人100だで。これで回復して、これ痺れ取れた。こいつ回復しちゃ赤ボだ。こいつ倍したな。あの、80の回復赤ボあれは。あの、回復設定に心してないんですよ。改善。耐久面設定であまりにバトマスがダメージ食らうようだったら、これは回復だで、回復だで、あれ回復回復、バトマスがあんま食らうようだったら、あの、かばってこうかなと思ったんですよ。魔法戦でもやっぱあれだね、あの、回復魔力低いよな、持ってっても500持ってきにくいもんな、まあ、使い方が違うってやそれもなんですけど、でもあれだもんね、ドラゴンロッド入れると、あの、ザオリクは使えるね、ザオーラルか、ザオリクじゃあかんねえ、一人だけチートゲームになるな。世界中で起こしたらいいっていうのもありますけど、そんなにはこれあれだね、やっぱ強くないで、30来てもね、これももう回復だな。賢者だけあれだね、守りの盾かけた方がいいね、一応ね。バトマスだけやっぱ食らうな、あれないでな、うちのアタッカーが落ちたな、一番後ろに置いといても落ちてるな。こいつって確かあれなんだよね。あの、早いやつ撃ってくるんだよね。起こして、起こして、蘇生しますと。
蘇生してこれでまあ回復だ、こいつ回復し弱いだ、あの弱いで倍しかばってもいいぐらいか、パラディーのあの暗い方だったら。これでまあ癒しだな。これでもあれだよね、ウィングタイガーがそんなに強くないからこういうことやっとれる、ね、だからこういう計画にしたんですけどね。炎の剣はマジでその最初の強敵に意地でも使おうとしとった、うん、だからあのポイント貯まるの待っとったんですよ。あ、全然強敵倒してないもんね、もうレベル上げばっかでそっちばっかメイトるもんで、ね、全く相手にしてないですよ。でシャドウステップかけなかなかね、そういえばね。あれでもなんかそんな効いとる感じないよな。いや、パラガしながらかわして、だからそういうなんて言うんだろう、あの闘牛しますが、ああいうマタドルみたいな舞をなんかやってくれるかなと思ったんですけど、要はね、パラガしながらね、避けるっていうことをやるかなと思ったけど、そんなにあれだな、まあいいや、倍仕掛けてって。ここら辺のあとあれですよね、このコマンドのオートじゃないけど、倍仕様なり優先的にかけるとか、そういう AI じゃないけど、あってもいいよね。あとあれ、守りの盾とかさ、ビッグシールドとか、そしたらもうあれか、人間がやる必要なくなるってことになるか。でもこれ別のとこでやろうかなと思ってたけど、その周回の時のあのメタル問題、あれも結局あ結構減ってきたか、半分ぐらいかこれで。要は何、手動でやれることを何オート戦闘でやってくれる風になったら、何ぶっちゃけて言うと何ラーミアとかあそこら辺いらんとまでは言わんけど、別にあってもなくてもそんなにってことですね。物理がミス、まあここそこら辺はいいわ、あの別のとこでしますわ、それはレベル上げのとこで話がずれるで、ずれ出したな、あんた変なこと言い出したで。ということでこれはブレイク、あんまあれだね、普通にやっぱ攻撃してかんとあれか、魔法戦にでもあれこのメラソード、メラソードじゃないね、炎の剣だね、持たせた方が良かった。そうするとなんかその火力が見れんからバトマスの方がいいかなと思いまして、これ本当に何動画前とかにテストとか全くせず、これ本当の最初の素振りなんですよ。会心で3300、まあ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 、どこすか、そんなに強くないんだね、これ本当30だよね。あのプラスのお供は連れてこんかったですけど、これシャドウステップあるけど、バイシかけてもあれか、何やる、ミラシードでもかける、読み送りか、弾空投げ払いでもしとくか一応、多分意味ないと思うけど、うん、ダメだね。そうだね、バギ体制だもんね、あんたアホだね。これじゃあミラーだね。これ強くないからこうやって舐めたことやってるけど、でもこのベラソードなんとか使いたいんですよね。これだとどうだろう、そのなんだろう、四天王とかなんか出てましたが、いきなり四天王とか言ってるもんな。そこら辺とかでなんか出てくるんかな、そのメラ効くやつが。ウィングタイガーでいうと、もうどう考えたってこれイオで行った方がいいですもんね。その手持ちがなかったらメラっていう選択肢もあるけど、これ回復しても弱いもんな。でもせざるを得んよな。これ回復してパサーしたいんだけどね。さすがだな、さすがだな、これ踊り子レベルだな、これは動けません。これパサーしたいんだけど、体力的に間に合うかな。まあいいや、パサっとこう。倒れたらいいや、起こしちゃう。3人おるでなんとかなるだろう。バトマス後ろに置いてもやっぱあれだね。ほうだね。これ本来何勝ちに行くってか、落とされた。300か。パラディンに来んな。パラディンを素早くしとけばよかったんだ。そうしたらパラに攻撃きますもんね。そこまであれか、あんた頭回らんかったな。それしとけばよかったか。いや、でもパラディンを何バギ体制とかで固めたかったんですよ。これはまあ、じゃあ倍死だな。倍死してそれで回復、バトマスかばっとくか一遍ね。あ、そうそうそう、それやってみよう、それやってみよう。今さらあんた気づくの遅いな。ちょっともう倒しちゃう、これあかんな。バトマスちょっとあのパラディンかばえ、かばえ、ちょあの終わらしてか、まだ色いいよねこれ。あーでも切れとるな。いいや、ちょっとあのカバウ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 して、カバウして、それからシャドウステップやっとくか。カバウあったよね、カバウ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 。早いやつだで、ね、打ってくるでしょ。シャドウステップはあれだもんな、スカラダムカミかけれんもんね。これで、うん、これで何やっとこう。まあいいや、一応倍しとくわ。倒したくないんだよな、シャドウステップを見たいんですよ。あんた舐めとるね。色的にまだでもいいよな、これ。
かばった。それはいいわ。あの攻撃してくれ。バギクロスはいい。バギクロスはいい。かあの攻撃が見たい。シャドウステッパーは見たい。これベホイビして、カバウはこれ何ターンなんだ、切れるの、もうミカーシルト戻っちゃったか、戻っちゃったらかん。ちょっと待った、え、下打ちしてましたけど難しいな。シャドウステップしてかばわなあかんのか。だったらバトマスに何、これウイングタイガーも出した方がよかった。それ寿司違うよな、それ別でやるかねえ。これ趣旨違ってくるよな、それだ。あ、そっちの方が良かった。これパラディンかなんか誰でもいいか、シャドウステップ持たせたやつ早くしとけばよかったんか。いや、ウイングタイガー相手にやるなら、そうしてあれだもんね。いや、避けるかどうか。でも今避けたよね、ひらりと身をかわした。あ、だからこれ分かった、あのウイングタイガーだからさ、これあの速いやつ攻撃してくるなってんじゃないの。シャドウステップじゃないけど、これウイングタイガーの心方がつけてレンジャーとかで多分攻撃してくんじゃないですよ。なんでそんな風にしたんだろう。まあいいや、ちょっともう一回シャドウステップ。避けるはまあ避けるね。パラがして避けるっていうことをやりたかったんだけど、これはそうだな。まあいいや、空打ちしとくか。ここでかばいたいんですよ。まあいいや、一応攻撃しとくか。かばいたい、かばいたい、かばいたい。あの怯えないで、怖くならないで、怖くならないで、かばいたいんです。バギーをかばいたいんじゃなくて通常攻撃をかばいたいんです。これあえてかばうわ、あえてかばう、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 かばう。これでどうだろう。1ターン7かばうがな、シャドウステップかけてかばうやっとったらこれ、え、そんなことやな、普通に倒せよという話になるもんな。なんかうまいあれなことないかな。2段階だってビクシンに取る。お、でも今避けたよね、避けたよね、ミスだよね。ひらりと尾をかわした。どっちを避けたんだ、あ、ミスだね。どっちをミスったんだろう。避けるはでも避けるな。どれぐらいの率になるだろう。まあいいや、ちょっと回復するわ。悪くはない。でもこれで2ターン使うんでしょう。ビクシンみたいな感じ。選択肢としてでもこれ悩ましくなるんじゃないですか。ビクシかけるか、シャドウステップかけるか。パラディに合わんよな、ウィングタイガーの心は。でもレンジャーで影縛りとかを避けたか、捨ててまで2ターンかけて、こういう場合どうすんだろう。あ、カバーも消えとるか。なんかこれあんま有効的じゃないな。もうちょいなんかあれだな。1ターンだもんな、前ちょっと起こして。シャドウステップかかってやるのはいいけど、カバウが1ターンだから永久にカバいっぱなしではないもんね。まあこれカバウは、カバウ、カバウ、これ通常攻撃してほしいんだけどな、バトマスリー。これバイ仕掛けていいよな、落ちいいよな。ギリギリバギ一発ぐらいは耐えれんか。カバった、通常攻撃欲しいんだけど、カバった。まあ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 、避けるは避けるだよね。悪くはない。ただこれ毎ターンかばっとらなかった、そのなんていうんだろう、コマンドの効率的に。でさらにこれシャドウステップ切れたらまたかけなかんでしょう。でこのタイミング回復しなかんもんね。回復してもあれだろうね、多分あの賢者落ちるよね。200か。さすがにあれだな、持ってないと分かんな。怒った怒った怒った。難しいな。これだったら一番速いやつにシャドウステップさせやいいって話だね。え、そういうことでやってクリアしてくださいっていう趣旨なんかな、これ。え、そういうこと、これパラディンガードみたいに使う、要はビクシみたいな感じでこれバー起こして打って、でも避けるは避ける。でもパラディンガードと趣旨的ではそんな変わらないよね、これで。まあいいわ、回復していくわ。あ、でも90か。90でも回復していかなかもんな、ここぐらいだったら。っていうとこだね。パラディンに使ってどうかなと思ったんですけど。だからこれウィングタイがあれなんかな。あの、速いやつ攻撃していく修正になったのかな。ここはさすがレナだ。バイ仕掛けとれんもんな。
そうかそうか。でもどっかで使えんかなこいつ、シャドウステップ。っていうかなんでこれ運営さん今更って言ったらあれだけど、シャドウステップつけたんだろうね。これでも職業何特有の固有スキル、特有と固有があれだね、かぶっとるね、頭の頭痛が痛いだね。をつけたってことは、これ別に癒しの風とかつけていいよね。まあ売上的に影響するでつけんとかっていうのもありますけど、多分で、ね、そろそろつけてもいいよね。だってあれルーキーキャンペーンであのあれ SP 装備のタクトとか配っとるんだから、これがまあかばっとくか、シャドウステップだな、かばうよりあれだな。ただこれコマンド的に非常に無駄だよね。2回かけて1回かばうだけ、要はあんたが試したいでやっとるだけだもんね、これ全くのところ。まあここはさすがにあれだな、回復していくわ。300ぐらいになるとバトマス落ちるだろう。まあでもこれ冷静に考えてやる前から思ったんだけど、わざわざ何あのワイルドシリーズとかガイカとかあの辺り獣耐性を外してまでメラ装備つけて持ってきてやるってことではないよね。うん、それは大体なんか思っとったんですよ。ひしひしと感じとったんですよ。だってこのあれだもんね、炎の剣が今の何だった、あのガチャで出たやつありましたが、何だった、世界樹だったか、あれより強いってことは考えにくいもんね。まずね、これあれだな、もう一回シャドウステップだな。これかわすことは分かった。ビクシぐらいはなんとなく体感的にはありそうなところはあります。今バイシだったな。まあいいわ、売ってって。もうそろそろあれか。ただこれあんた遊びすぎだよね、これで。おっと、無駄コマンドだな、これな。だってこれヘルジュラシックとかじゃこんなことできんもんね、これで。まあいいや、回復してって。パラディンに攻撃してくるというか、だからこいつあれかな、素早いのでパラディン攻撃してこいの修正にしたんかな、設定的に。まあ、かばっとくわ、一応。そのために連れてきたんだね。かばっといて。どう見てもこの中であれだもんな、バトマスが一番早いもんな。ほんで、バイ仕掛けて。ただ舐めすぎだね、これね。あれ。かばったけど余計に勝ったが。シャドウステップ2段階だよ。これは避けたね。避けたね。2つ避けたよね。自分のも避けたね。変わらんかな。ビクシぐらいの感覚かな。どっち使うか悩ましいね、これ。敵によってなんか、どっちかのが良くないとかってあるんかな、ビクシより。シャドウステップの方がいいっていう例もなるんかな、これ。まあ、もう一回変わっとくわ。そうだね、これちょっとあれだろうね、多分その何長いことやって統計じゃないけどサンプル取らんと数字的に比較しんとあれ分からんだろうね。体感的にはそんな変わらんのじゃねえかなと勝手に想像はしてますけどね。うん、いや、めんどくさい方も同じぐらいじゃないかなって想像させてるんですけどね。あとこのあれだね、かわし率がこれ要は何だろう。これはいいわ、これは余計だろう。素早さとかじゃなくて多分器用さなんですよね、これ。違うんかな、どのファクターが影響しとるのか。やべえな、 MP なくなってきたな。パサらなかんけど、パサるあれでも MP もないな。まあそろそろあれか、あんたこれ一応回復しとくか。ベホイビだな、これベホイビ。さあでも確かにあれだね、パラディに何耐性も取ってシャドウステップやったら落ちにくいね、当たり前だけど。後ろのあいつだもんね、バトマスの方が落ちかけとるもんね、何べんも落ちとるもんね。まあもちろんあれだも、完全にこれ何パラディに戦う気がなくて防御設定にしてやりますけど、まあそこら辺のところは最後にご紹介いたしますとして、これパサれんね、困ったね、うん、困ったね、これね、パサれなかんね。まあいいわ、しゃあねえな、清水使っとくわ。こういうとこで清水使うってまあいいけど、どうだろう、そろそろって思ったんですけど、舐めすぎは舐めすぎだよな、これな。難しいね、ビクシーでいくかあれか。心がでもちょっとあれだよな、合わんよな、パラディンとね。二次枠に入れるしかないもんね。レンジャーででもそうか。でもこれシャドウステップないとなんかきつい相手が多分出てくるんじゃないの。今までで言うと守りの盾とか、ビクシーかけなかんような時ありましたか、多分そういうのがあるんじゃないかな。まあこれ一応あれだ、継続しとくわ、うん、せっかくそのために持ってきたんだね。ただこれやるならなんか攻撃した方がいいよなってなんか思ってくるけどな、普通のパラディにして。うん、いや思うわ。キャドじゃこれあれか、なんかあれゴスバでも連れてさ、そっちでも打った方が。でもシャドウステップはあれやっとる割には怯えるんだもんね。この理屈わからんよな、
避けるのはね、ああいうのは、まあ、回復してって言ってあれだな、賢者も切れてきたな。まあこれも回復だな、倍しかかっとるもんで、ね、これもね、なんか泥仕合だね、本当に意図的にあんた苦しくしとるだけだよな、これな。まあいいや、やってみたかったんだね。あれ、え、あれ、え、落ちた。賢者あれだね、MP ないもんで、ね、まあいいわ、じゃあ、世界で使う。こういう展開で世界で使うんだね、あんた。これで、ベホエビか。かばうか。あ、そうだ、これこそかばう、これこそかばうときだ。あんた最後まであれだね、おったほなことばっかやっとるの、早く倒せよ。普通の攻撃は避けることは分かった。これじゃあ倍したな。回ってくるかな、バドバスはね。レホイ見ないで回復してもね、いや攻撃してほしいんですよ、バトバスに。どう？かばってもあれは避けんのだな。怖くなるんだね。これで、終わりましたと。まあこれ、ウィングタイガーがそんなに強くないからできたけど、これ、やっぱダメだよね。あいつには無理だよね。ヘルジラとか無理だよね、絶対に。これ、舐めすぎだよね。まあ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 、一応倒しましたということで。とまあそんな感じできまして、設定なんかをご紹介いたしますとして、装備はもう左に見えとるこんな感じなんですけど、ワイルドで固めて、持ってないのは、あれか、獣の耐性のあるやつを入れてったとこっすね。で、パラディに関しては HP を漏らせようというところを2つつけて、で、2番目の魔法戦士、これ一応回復ですね。あ、これ変なもんつけとると思いますけど、HP。HP を持ってった。ただそんなにすることなかったね。うん。で、これが回復の賢者。で、あそこら辺の外貨とかワイルドがないんで、ここら辺の星4の獣耐性、これの星、あ、鍵かけてない。売っちゃうとかなんだ、鍵かけてるとかよ。獣耐性のやつの4凸を入れました。これかかっとうね。で、これもね、確か、守備力だ。これ守備力上げてったんだ、二人とも。それで問題のバトマス先生は、まあ、こんな感じです。炎の剣無凸。で、一応はまあこれじゃない？炎のルビー、メラ属性入れてんで、天空セット。で、盾がないんで、炎の盾入れて。まあ、凸ってからだね、これね。性能で言うと現状が、あれ？これで、あ、こっちで見た方がいいな。密かに何これ？暴乱の四天王っていうの？あ、なんか大したことなさそうな名前なんだけど、どうせ強いんだろう、多分。で、これが要は凸ってきあれなんですよね。1凸で、プラス20。ただし晴れ。雨だとダメってことか。晴れしか使えんってことか。で、2凸で10。まあ、4凸ってのはあかんってことでしょうね、結局ね。多分4凸はまあまあ多分使っていけるんだろうね。と思いますわ、素直に。ということで、心設定が。まあ、ね、これは入れました、当然。ここで入れます。シャドウステップ用に。虹枠に入れて。で、緑のところで呪文耐性入れまして。回復する気ないですよ。これ完全に。シャドウステップ用で。で、バイシーやったらいいかなってドラゴンロートも出しただけ。で、これがバギ耐性か。要は HP いっぱいにして、あいつ、バトマスをかばえんかなって。で、これが HP 多いところ、守り多いところ見てったらこれだったんかな。別に麻痺耐性、麻痺は関係ないか。そんなんで入れたわけじゃないです、これは。で、ここら辺が、バギ耐性 6%。それで入れたんです。別に回復で入れたわけじゃないです。バギ耐性で入れました、素直に。で、これもさらに、呪文と獣耐性 5%。で、要はかばおうという、シャドウステップでかばおうというアホな作戦ですということで。それで次が、これは回復魔法戦士。まあ、普通の設定でしょうね。一応虹にボボンガ入れて、あとはまあ、いつもの設定ですよね。バラモス。私言うとあれだな、メタルホイミンとドラゴンスライム使うな。シルバーデビルとか使わんね、多分ね。悪魔神官でも良かったんですけど、3人回復おるなら、まあ、こいつは機能してないけど、なんとかならんかなということで、こんな設定にしました。ということで、3人目の賢者。まあ、これも似たようなところですね。まあ、これか逆にあれだね。ピサロ入れて回復もりもりにしました。ちょっと体力は不安かなと思いましたけど、3人おるし、別に落ちてもまあいいだろうというところで、これで622か。ただし、あ、これ守備力か。体力は持ってないね。まあ、あれだね。ボボンガ効果ですね。で、一応はザオーラルあるんで、素早さ40入れて、いつもの設定ですということで、それで問題のバトマスこんな感じ。多分これじゃないの、メラの最高設定って違うんかな。ヘルコンでメラありますよね。で、当然虹枠エビプリメラ入れますよね。やったエビプリ私使える時になったな。1年以上前からエビプリ持ってて、天空の防具とかあんのに、武器だけ出てこんもんな、これ。で、まあ、黄色ホラビ。まあ、ここら辺はあれだね。
属性属技がなくてももう入れるでしょうね。ここが迷ったんですけどね、何がいいんだろうこれ。これじゃないかなって見ていくと、ガイアとかじゃないもんね、メラで見ていくとね。他にメラあれだもんね、メラリザードじゃあかんなもんね、いくら赤でもね。まあそこら辺は半分冗談ですけど、キンスラでもあれ、んーでもあれだな、アームライン118、キンスラをそんな変わらんぐらいか。これはないよな、いくらなんでも。まあ、こんなとこじゃないですかね多分。それで真珠がこれメラの 10% の会心に、でこれメラの2つつけるよりずらした方がいいと思って獣にしました。獣属性下にメラが乗ったら最高なんですけど、まあそんなのは私の手元のは降りてこんということで、とまあそんな感じでやってみましたけど、これはっきり言ってボスが弱いからやれただけで、こんなのダメだろうな。もうちょいあれだね、この炎の剣は多分何配布してから4凸まで行けば強くなるのは大体想像できますけど、シャドウステップはあれだね、ビクシーの方がいいのかシャドウステップしてたのか。パラディンにこれ難しいよな、この心の使い方合わんもんねこれ。だってこれで何シャドウステップやって今まで何回復パラディンとかアタックパラディン、なんかダサい名前だな、アタックパラディンでにつけていくと、これ大義だからあれだよね、大義でバギだよね、ゴスマじゃあかんよね、大気だけだで。武器選ぶね。あれ超真空とかあそこら辺名獣とか、あのあれか、黒蘭だったか、あの私持ってないで分からんけど、あのなんかプシューって2発撃ってくやつ。あれ使うしかないってこと？パラディンって爪あれなんか、ちょっと待ってくださいよ。パラディンって得意武器、爪はあれだよね。あかんよね。そうだよね。爪あかんもんね。難しいよこれ。パラディンじゃないな、やっぱり色的に見てもレンジャーだね。レンジャーで何シャドウステップかけてやっていくってこと？それいる瞬間でどんなあるんかな。まあいいやまあいいや、これちょっとなんか微妙かなってこと。まあとまあね、そんな感じでね、シャドウステップと炎の剣をお試しでやってみましたけど、微妙かな、なんかね炎の剣はまあ大体読めてました。4突進のあれだろうな。ただ無突進まあまああれだね、強いっていうレベルではないけど弱くはないよね。まあ期待を込めてますよね多分ね。スイカとかのあたりと一緒の感じですよね。あとまあそんな感じでやってみましたけど、シャドウステップはもうちょいあれだね、まだまだなんか試す余地がありますよね。パラディにくくらん方があるかもね。レンジャーでやってみてもあれだね。あとステータスがどこが影響してくるからね。おそらく器用さじゃないかなと思うんですけどね、想像で言ってますよこれ。器用さとか素早さとかだよね多分、じゃないんかな。だからパラディンよりやっぱレンジャーとかだろうね。まあとまあそんな感じでやってきましたということで、まあこれ強くないボスだからできましたけど、強かったら多分できんすわね。まあね、あとはね、いろいろまだまだやってきますけど、レベルはまだまだ上げてきますよということで、お、出たね。キングが出たね。あの遊び人のレベル上げの時間ということで、はいということで、そんな感じで終わり。